にちは。今日はですね、ラウンドワンフェスってご存知ですか？まあラウンドワンでよくボーリングされてる方だったら、よくね、お誘い、店員さんからね、お誘いがあるはずなんですよ。なのでね、よくね、誘われるので参加してみたんですよね。こう先月も参加して、そして今月も参加してみましてね、4ゲームシリーズで自分自身いい記録が残せたんで、まあ結果の報告をしていきたいなと思っております。まずそうですね、1ゲーム目、まあ、スコア自体はね、ちょっと比較的安定してたかなっていう感じではあるんですけど、まあスペアはしっかり取るべきところは取ったけど、ただ天秤タップ、ちょっと角度がきつすぎてね、467とね、やらかしたところはあるんですが、まあそれ以外はもうとにかく途切れない、マークを途切れさせないことを意識して投げてたので、まあ200アップできてよかったです。その次のゲームね、ちょっと出足はちょっと不安定だったんですけど、ここから爆発しまして、6パック6連続ストライクをね、こう取ることができたんですが、9フレームでまあ外ミスしてしまってね、こう外ミスというよりかはね、外ミスしてしまって大変なことになったんですけど、まあそれでもくじけずに10フレーしっかりスペアとストライクを取って228という結果で終わっております。その次のゲーム、3ゲーム目がね、一番鬼門なんですよ、僕自身としてね。3ゲーム目でいつもね、大概大崩れしてるんですよね。プロチャレンジも含めて、まあだいたい大崩れしてます。もう150とかね、140いかんかったりだったんですけど、今回はね、なんとか170、個人的には良かったかな。まあそれでも内容は悪いんですけど、個人的にはなんとかできたかなとは思っています。そして最終ゲーム、最終ゲームでね、しょうもないミスをね、したところもあったんですけど、なんとかまとめて180にね、こう持っていけたのは良かったかなとは思っています。そんでスクラッチスコアが、797、4ゲームで、でハンデが前回前々回とね、いろいろやらかしてるんで、まだハンディキャップ23あって、トータル889ピンで終わってます。ストライクは多かったかな、ほぼほぼ半分は取れてるんで、まあマシかなとは思ってます。まあ以上なんですけど、なんかもうちょっと伸ばせれるスコアだったかなとは思います。初めてのプラマイゼロで追われたとこだったんですけど、詰めが甘かったかな。最終ゲームでミスさえなければ200アップはできてたかなとは思ってます。まあよかったらね、またこういう動画作っていきますので、またよろしくお願いします。もしね、ラウンドワンフェス参加されてる方おったら、よかったらね、ツイッターとかフォローしてくださったら、いろいろ情報とか聞けたらいいなとは思ってますので、よかったらよろしくお願いします。ではまた動画作りますんで、よかったら見てください。ありがとうございました。